福井ふるさと茶屋キネとウス。福井県福井市上東郷町 22-7 にあります。東郷地区にある昭和29年に建築された古民家を改修してできた宿泊体験施設です。里山の風景を残しゆったりとした時間が流れるキネとウスでは、地元東郷福井市の農作物で作るランチやカフェ、農家民宿、餅つきなど様々なイベントを楽しんでいただけます。どこか懐かしい、なぜか落ち着く、まるで自分の故郷のような気持ちを体験できますよ。12月21日火曜日、火曜日は蕎麦の日で、美味しい蕎麦が食べれると聞き来店しました。玄関を入ると懐かしい雰囲気があり、おばあちゃんの家に帰った気分になりました。欄間があり広い畳の部屋は落ち着きます。知り合いの社長に聞き、古民家でお蕎麦や餅つきなど面白いことをしてるお店があると聞き来店しましたが、建物も雰囲気も良い感じです。あとはお蕎麦が美味しければ言うことなしですが、メニューです。今回はおろしそば、揚げ焼き、天ぷらを単品で注文しました。おろしそば、揚げ焼き、待ってる間に外でそば団子を煮てるのを見てました。そば団子、厚揚げの煮物、まずはおろしそばからいただきます。美味しそうなツヤのある麺です。かなりおそばの量があります。いただきます。すごいコシがある麺で歯ごたえ十分です。大根おろしはちょうどいいマイルドな辛さです。そばは二八そばで喉越しがいいですよ。次は天ぷらです。すごいサクサクの天ぷら、厚揚げの煮物、優しいおばあちゃんの味付け、そば粉は近くの美山地区で採れたそば粉を使っています。本当に美味しいそばです。後から聞いたら
この蕎麦を打っている方は美山町の蕎麦打ち名人が打っている蕎麦と聞いて納得です。麺に合わせた汁もあっさりしている中に深いコクがあり美味しいです。次は揚げ焼きです。福井県は揚げの消費が日本一なんです。何かにつけ食卓には揚げ料理が必ず一品あります。揚げと大根おろしがコラボして香ばしさとあっさりさが融合してます。揚げを焼くことによってカリカリ感と香ばしさが食をそそります。これだけでご飯2杯はいけますね。天ぷらを食べるまでに少し時間が経ちましたが、サクサク感があり美味しいです。大好きなエビ天は後でしょう。ウスとキネの名前を聞いて餅屋さんのイメージでしたが、こんなに美味しいそばが食べれるとはびっくりです。懐かしい古民家で食べる雰囲気と蕎麦打ち名人が打つ蕎麦は最高です。福井県には厚揚げ定食を出す店もありますが、リーズナブルなここの揚げ焼きは美味しいですよ。大好きなエビ天を最後に食べます。エビもプリプリ、サクサク。そば団子にきな粉と黒蜜が絡み美味しいです。おろしそば、揚げ焼き、天ぷら盛り合わせに厚揚げの煮物、そば団子がついて1100円は大変お得な価格です。どれもこれも全部美味しいですよ。古民家でゆっくり食事はいかがですか。お店の方々も笑顔で優しい方々ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。